皆さんこんばんは。今日は札幌テレビ塔に来ています。今回ご紹介するのは札幌タンメン麺エイジさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。麺エイジの本店で人気の限定麺だった鶏白湯タンメンを看板メニューにした店舗で、2020年に札幌テレビ塔地下飲食街にオープン。札幌タンメン880円、250g 以上の野菜が入っており、鶏白湯スープと野菜の旨味が感じられる道産食材にこだわった一杯です。いただきます。スープは道産の丸鶏と鶏ガラをじっくり8時間かけて煮込み作られています。塩分がやや高めですが、まろやかで美味しい。道産小麦を使った自家製麺はもちもちで縮れています。スープともよく絡みますね。野菜はもやし、人参、キャベツ、玉ねぎ、ニラが程よく炒められていてシャキシャキ食感です。最近野菜の値段が高くて野菜不足だったので、たくさん食べられて嬉しい。野菜の上にはおろし生姜と貝割れも乗っています。生姜をスープに溶かすとすっきり。そして抜いてもらうのを忘れてしまって、きくらげも少し入ってました。全部食べましたよ。スープの塩分が少し高めなので、卓上の昆布酢を入れてみようと思います。はじめは少しだけ。お酢の爽やかさと後から昆布の香りがしてきます。かなりすっきり味に味変です。メニューはタンメン以外にも汁なしタンメンやつけ麺、鶏だし中華そばもあります。プラス150円で唐揚げが3つつけられるのが嬉しいですね。普段あまりタンメンを食べることがないのですが、野菜不足も解消できて最高なので、他のお店でも積極的に食べてみようと思いました。札幌テレビ塔の地下は大通り駅から地下通路でつながっているので、雨でも雪でも行きやすい。いつでも来れちゃいますね。ごちそうさまでした。地下鉄大通り駅直結です。駐車場はありません。席数はカウンターテーブル合わせて19席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。